観音というところに行けば行ってみたいな。131年目だったということで、まあ、この立夏聖火というふうに分かれてまして、で今で続いて後ろ足がよっといます。切れます。が、くの字にぐっと強く曲がってる方、あ、もしもしそうしないとね、倒れちゃうんだ。葉っぱも生きてくるし、花も生きてくるということで、あの省略がまず大事。文化をですね、そう合わせてですね、お互いに周知することになりますので、まだ、関係から少し離れて節がありますね、それぞれ節、はい、そういうチャレンジをしていかないと面白いものはできないです。もしフェニックスがもっと欲しいっていろんな工夫することでもって、生け花がそのこの日本の花を習うことができる機会がありましたら、ぜひ探します。今後もまたこういった文化交流を通じて、お互いの知り合いが増えていったらいいなと、今日一日過ごして感じました。今日はこのいけばなデモンストレーションに招待され、嬉しく思っています。今では最近、いけばなが盛んになり、いけばなの教室も増えてきました。